はい、皆さんこんにちは。午後の部です。午後は、ある人としては怪物かもしれない。でもある人はさらに興味津々。もちろんできるだけ皆さんは興味津々はできるように私も頑張ります。主に今日の話は、ある意味話いつでもよく話し、少林に武術、少林寺、気功、武道、健康、そういうの話題。今日は多少少し新しいの概念。でも新しいの概念は自分勝手に思いの概念ではない。そういうことで、いいよ、大丈夫。今日は実際タイトルはどういうふうに、少林寺コンフ。実際は少林寺の武術でも気功でもさらちゃん、みんな実際少林寺で特に少林寺館長すごく提案したの、名前は少林寺コンフ。これはアメリカでもヨーロッパでも当然に少林寺の中でもこれ一番代表的に使うの。当然に今もし言うと少林寺コンフは全世界的にかなり正直話、多分日本のよりもと知っているくらいで広めています。なので日本は私だけ、私たちの団体だけですよ。アメリカは、サラちゃん、外で、外出て、サラちゃん、サラちゃん、外に出て。少林寺のコンフは実際海外に非常に広めています。かなりのブーム。それに比べて確かに日本はただ昔の少林寺拳法、少林寺拳法もし話本当の少林寺のコンフ本来の意味どのくらい伝えるか、正直話はあんまりこっち話はそんなに伝わってないです。なぜこれ日本のことですから。この少林寺中の内容は釈法の位置もない。でも結構少林寺拳法そうしても実際こういう原因で私ちょっと少し多少少し調べてる、大体日本一の武道団体になった。これは今少林寺のコンフ、少林寺の武術、よくうまく名前と自分の内容を結びついてよく宣伝でもうこのぐらい効果になる。でも今現実でアメリカと特にヨーロッパはどうなの。アメリカは今私たちのような団体は何十個あります。だからアメリカとカナダは何か北北米少林寺そういうのカンフの連盟あります。ヨーロッパはさらに多分何十個780頃か560ぐらいか、それは具体的には分からない。それぞれ同じの団体、ヨーロッパの連合会あります。アジアはある人の提案で連合会、私教会今の状況を見て あんまり積極ない、この原因もかもしれない。とりあえず少林寺はそれに対しての対案は、まだ2回ぐらいの成立大会みたいに私全部参加しなかったオンラインで、でもその内容あるいはその本当の発展は非常に結構世界的に非常に混む。一つの例としては、またで今回の認定旅行は、教会は18人、今27年間で平均の数字です。教会一番多い時に40人目くらいもあるし、一番少ない時に10名ギリギリの場合もあります。でも、今回ヨーロッパは一つの連合会の名前で500人、少林寺に訪問した。だからその石の名前はもうボンテン立て結構歴史から残ってるのそういうのこと、本当で言うとヨーロッパ何やってることは全然歴史から何も残る意味ない。またはっきり言ってここに直接私も言うよ、法教会はよっぽど時間ももっと長い回数も多い、やること内容はもう毎回もちょっと良かった。でもこっちはあんまり名前は形としてそんな強調ない。
固有の意味で非常にというふうに、そういうの少林コンフ、あれ少林の武術でも聞くでも全世界的に広める、まあ、あの少林寺の中にもう多分皆さん見てる、ほとんど私たち以外アジア、多分そちらの最後一緒に鉄道のもインド人とか何か、そうでしょ、それあと奈良も全部ヨーロッパの人ですよ、まあ、あれアメリカのそういう、まあ、これは実際どういうことで、少林寺やっぱりダルマ大使時代から禅と武術として全部、まあ、一体のそういうようなも修行方法で開いたら、もう全世界的に本当広めて、まあ、例えば日本は禅宗でしょ、アメリカも禅センターいっぱいあります、まあ、当然に武道さらにも広めて、まあ、他遠いところは EU は多分難しい、日本は基本的に空手、琉球古武道、これは直接 南少林寺から来た、それは間違いないですよ。やっぱり少林寺武術のもう最後に引き続けて最後の結果ですよ、非常に広めた。だから紅葉の形で今1500年になりました。今当然に続いている。ただ今後1500年どうなる、そこから本当は真剣に考える必要ですよ。なぜ私たちみんな少林寺のコンフをやってる人、亀甲の指導員でも武術のやってる人でも実際はみんなそういうことで、教会時代はもう30年間、今もし見て今年ちょうど教会を知るのは30年間、私は来たらは、まあ、今回来たらは93年でしょ、31年間。でも教会の成立で教室開いてちょうど30年間。だから30年間で伝えたらのもの、当然にある意味話は今は全世界広めるのほとんどそっちのより広いです。時間長いです。こういうの長い時間で私たちは逆にどういうものを伝えた、実際皆さん習ってる人もいるし、サラちゃん、どういうものを伝えた、実際はこういう方でしよう、さないどこですよ、世の中何か今日はそれは忍耐ですけど、でも本当の本質はもちろん分かる人もいる、分からない人、あれを今少林寺の中に伝えるものは本当は何ですか、今まで1500年ものは伝えているものは何ですか。例えば禅でも日本で広めてる、あるいは海外アメリカまでも広めてる禅は本当はどういうものですか。もちろんそういうものは私完全に権威的にそういう今今日の答えはない、でも大体中心の内容、核心の中身の内容は多分ずれてないと思います。こういうところは一回解剖して、私たち本当に何やった、これからどういう使命、分かると思います。実際、もし言うと、例えば部の方はまず後で話し、まず禅。なので禅は特に日本は臨済宗、創道宗、ある意味話は私も館長にも言ってですよ。館長はなぜ2015年武井壮は私連れて行ったんですよ。初めて館少林寺は許可なしで、最後私が話して少林寺の中に許可出てですよ。当然にその時に会っても館長は武井壮はと撮影してみんな会わなかった。なぜその時に館少林寺で大体世界どこでものメディアマスコミは合わないんですよ。まあなぜ少林寺はいっぱいいっぱいですよ、全世界いろいろ読めるところ、だから少林寺許可ですけど少林寺は合わない、館長は合わない。だから終わる時に館長はこういう言葉、今回の少林寺の許可意味を私に、意味はあなたの顔であなたのために今日ははっきり言って、
私はありがとうございます。でもそうすると私にすぐ質問、なぜあなたは日本にそんなに執着しているの。なのでその時にもう実際ヨーロッパとアメリカは大体の今の多分200ぐらいのそういうようなの勝利に向かせたんですよ。多いの100何号ぐらいのはみんなもう反対ですよ。正直な勝利にも結構もう人材はすごく足りないですよ。大体子育ての中に今日あなたこっちに行く、そっちに、私にこういう気、こういう質問してですよ。だから私話はあ、もしその時にタラジの好きとか愛称とか多分館長は逆に怒ってですよ。修行の人の答えじゃないの。私そういうふうに答えた。私の観察、全世界的な観察は、日本、特に日本の民族、国民性は、伝統のものの継承は多分世界はしっかりと継承できるのが世界や一番ですよ。例の話は、例えば話、今日は A さん、あなたは雑巾でここからここまで、3時間、5時間離れ、全部これはしてください。大体日本人の場合はみんなそのままやるんですよ。中国人は絶対やらないんですよ。見て、初めてやって私いない、でも特に、まあ、そうじゃない。でもヨーロッパ、アメリカ人、特にイタリア人とかそういうの、そういうところは多分もう半分やるかどうか。これは多少コンマーさんも多少答えできる。でも日本にほどは絶対ないです。私いろいろ観察。だから今日本は例えば少林寺の継承したの武術の、もちろん体の形ですけど、このぐらいまでやった。特に禅の臨済宗、創道宗も世界的にこのぐらいで形で完璧ないじゃないですか。管理を聞いたら、ああ、なるほど。大体そういうことで考えている。だから問題は、日本は大体こういうふうにやると、多少、これは今日の皆さんの前にも、あまりどういうふうに、もっとどうしよう、ひらみてで広いの意味考える人はいるんですけど、多少少し少ないですよ。これの意味、どういう意味、例えば今私を知るの、例えば気候でも武術でも本当のその意味の広さと意味の深さ、例えばどのぐらいまで考えなれると、もし全世界各民族でみんな同じものを教えて、そうする、そうすると多分日本人は習うのは前にならないですよ。日本来た時に教えるもの、これ教えるものよく覚えて、そうで、そういうの特徴。だからそういう意味で今日のそういう話は多分非常に意味あります。みんな全部覚えですけど、その広さはどのぐらいまで、その深さはどのぐらいまで。なのでそういうふうに言うと、実際前日2、3週前に多分 NHK の番組で、こういうの番組、瞑想の達人、瞑想の話ですよ。達人から瞑想の、とりあえず座禅瞑想についていろいろの当然に見て、おこれは面白い、そうでしょ、こっち教会しょっちゅうやってるんですよ。その中に出るは主人公は一人は禅宗の、まあ臨済宗か祖道宗はかな、一人の多分私同じぐらい、私少し上かもしれないかもしれない、お坊さん、本当のお坊さん、もう一人は多分学者か達人、私多分思うでかなり話の意味かなり有名ですよ。それは有名じゃないで、番組は当然に番組自分知ってる範囲の中に大体一番有名の、そうでしょ、探しですよ。その中に座禅瞑想の時に一つの事前の前に、まあ、テストかあれ小さいの試験やったんですよ。どういうこと、瞑想の時に途中初めてデリーン、分かります、邪魔なもの、次は多分子供のおもちゃの中に変な
あの声、多分動物の真似が、ウィーウィー、多分とりあえず人は笑わせるの、そういう声、日本よくあるじゃないですか、言葉遊び。初めてディリーンのことは、そのお坊さんは何も反応ないですよ。でも、ウェイウェイ笑ってる。そのおじいさんは、初めて見て一生懸命かまさに、ふぅ、かまってくる。はぁ、笑っちゃった。私見て、これ達人のお坊さんは、瞑想座になった時に、こういう笑わせの声でできない。まずそこでこれ一つ検証。次は皆さん相談。本当の瞑想は何ですか？そうすると、こういう答えだ。実際瞑想は雑念はしょっちゅう出てるよ。でも本当の瞑想雑念は、そういう特にここで指導員コースの人、雑念さんから人、皆さん聞いて、私、こういうの似てる言葉はよく皆さん、多分こういう人はみんなすぐ分かる、どういうレベル。これ私言わない。こっちの生徒も、このレベル評価できます。十分評価できます。その話は、座禅は初めてよく離れて、例えば座禅、観念、ボール。いいです。初めてボールすぐボンって突っ込んじゃう。本当の瞑想は、そういうの、自分の意識は離れてる時に、戻る。そういうこと。戻る。私聞いてる。お坊さんだけじゃないよ。次別の場面。そうでしょ、動画別の場面。そういうの達人、有名な学者でも実践もやってる。そうすると、やったら、その人は、あの話、本当の瞑想本質は何ですか？いや、これは私の似てるのこと答えですよ。雑念は瞑想の時に必ず雑念は出てる。出てる時にまた自分の瞑想の状態に雑念から引っ張って戻るということ。こういうことを聞いてる。そうするとこっち雑念の人、特に何年間雑念の人、多分皆さん大体わかる。これは何のレベル。大体こういう状態の時に、こういう状態、私は皆さんに実際座禅の人、なぜ皆さん今いるですから、私こういう理由、もしそうじゃないかも皆さん、ヤシン先生は嘘してる。当然にこの全て事実。大体始める時に半年まで、そういうのを皆さんたちに、私よくそういうことがあってる。特に基礎の少年一歩座禅の時に。座禅の時にこういうふうに言ってる。実際これ後で私いくつ教室の人の指導員、私皆さんに聞いてる。もしこういうミャーミャーミャー、このすごく笑ってるの、皆さん座禅の時に皆さん笑います？ほぼ 100% の答えは絶対笑わない。いくらおかしいなことは笑わない。そうすると私本当びっくりして、いやー、日本のお寺でなぜテレビ番組出てる、当然に代表的ですよ。こう私偶然に誰か会ってのじゃないですよ。でも今考えてみたら、私前はたまに、私もそう言ったですよ。そうでしょ、たまに忘年説明会の時にある時に話、ただこっちのいいところで時に、ただ私一般的に実際本のレベルは私知らない。今回ただこういう話はレベルは、あるいはそっちに瞑想に対しての理解。でも実際もしそういうのことでどういうふうに、やっぱり私たちの瞑想は本当は何ですか、そういうところは。前は皆さんのそういう時に私大体言って、お寺は基本的にもし言うと、ここは、教会は座禅法、あるいは禅法、最近私も外出して、特に少林寺でも他の、中国の、座禅の専門の、そういうの、ウェジャブのそういうの団体は、誰もこっちに派閥のことを言えないという状態です。
なので私、皆さんの意味は私当然今知ってる勝利も前やってる基本的に目標ですよ。皆さんどういうふうに座禅でやると基本的に目標、次はダルマ大使のようなの面壁9年は壁に向いて何もないで、そういう形ですよ。もしあなた座禅どういうふうにいっぱい出たら、ただあなたの悪いですよ。あなたのレベル低いですよ。大体みんなそういう形ですよ。でもそういう形で例えば悪いですか？悪いではない。ただ条件は必要です。お坊さんのように私今世は死ぬまで私座禅悟りのために生きている、そのぐらい決心、中国の言ってる日本の発大きいの言言語の言発大言命かけるの、私の今世の命は全部それで、自分は悟りないと自分は生きしないでもいい、とりあえず他のもの何もない、そういうようなところあなたは壁に向いて、そうでしょ、どっちでももう次の悟りかどうかは次も死ぬのことですから、だから他の一切明かりまで当然にそういう状態はある意味話は多分雑念は少ないんですよ。なぜもうそろそろ死ぬなの雑念、そうでしょ、実は本当に死ぬかどうか、意味は人間の心と気持ちはどういう気持ちでやるか。でもお坊さん、そういうようなお坊さん、今の世の中の大勢の人と比べてわずかですよ。そうでしょ、極端な大規模だ、大勢の皆さんの状態ではない。だからお経ですると正直話、大勢の人お経は難しい、意味わかんない。それに対しての解釈は、ほら今仏教いろいろ流派あるじゃない、あれはお経の本当、お経の起源はお経どういうふうに来た、ダルマ大あのいやあのブッダの10代多分弟子仲の一人、多分これは皆知ってる、アナンはその誰かそういうのブッダのみんなお経、ただ私喋っているふうに例えば記録で、今の皆さんよくでしょ、あるの特に理論の教科書、理論教科書は今の理論教科書も同じするからですよ、先輩は誰かまとめて、でも問題はアナ本人は悟りしてないですよ、全てのほぼのお経はアナと自分の記憶で、なぜ記憶一致ですよ、その人12の弟子仲に、その人はブダは亡くなったら、アナは記憶よりお経で書いてるんですよ。だからそれに対して皆さんの解釈はそれぞれ、だからそこからもいろいろ流派、謙虚、密教、浄土宗、禅宗、何かいろいろ、実は理論的にブダは話では初めてでもボタの話を、俺は今はこの週、この週、この週ないですよ。後ろの人はそれ大切な解釈ですよ。だからこういうようなの言葉は神様のようなの言葉。これは結構日本の禅の学者、鈴木大月かな。大好き。それは結構深くで、そういう大切ですよ。話ですよ。いや、これ後でそういう人で初めてブタ自分自身も全く神様を覚えてないし、同時の重大弟子もただ普通の、私たちよりこれよく悟りでよく分かる人だけ、どん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 歴史から最後どん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 神様に、そういうようなの立場に置けですよ。もう一つは鈴木大月の有名の人の話、私見てこの言葉私にも結構影響、どういうふうに言っている、意味はブダの悟りで仏教のいろいろ有名な言葉あっても、理論的に同じ階級、同じ経験の人は同じのこの言葉の理解の深さはできる、この言葉皆さんよく覚える、今お経はいっぱい書いてるけど
同じブッダとそういう経験同じぐらいの悟りで同じぐらいのレベルになるとその言葉は分かる。浅い人は録音とか録音とはコピー機みたいで、ただいくら1に何十回何百回読んでも実際本当の意味はただ言葉の証言、言葉の解釈です。だからあんまり実際そういう批判のことじゃない。多分全世界の中国の含めてなどで、お坊さんの行動を私見てですよ、正直話もうあまりそういうかなり多いがっかりしてですよ。なぜこの修行でこういうの行動出てる、やっぱり多分そういうもの、自分はこのお坊さんの服でこういうふうにして、ちょっと朝課題を今日で多いすぐで、大体グループの中にすぐをだったら間違い、みんな汚いですよ、ちゃんと俺言う通りで何か、入れ替え、何か変わり、みんな大体そういうことだよ。そういうことです。私聞いて、あっ、また来た、そういう。結構よくそういう。なぜそういう顔しないと。すぐ相手攻めよう。あなた汚い子でもう一回やり直す。あなた人間自身として。だから、今伝統的な修行ともし言う禅でもみんな そこの意味はお坊さんは出家、そうでしょ、出席とか世の中に出てる人じゃないと、要するに世の中の人みんな汚いです。だからこういう汚いの人は一度で殺して自分自身は死んでもう一回生まれ変わって、そうすると修行は大体もうそういうの意味だから、いっぱいのあなた心でも体でも傷ないよ、とりあえずどんどんそうでしょ、そういう一回知ったら一回きれいにして。問題は今は特に現代人もう昔のような強いじゃないですよ。ちょっと何か刺激になったらすぐイエローの病気、そうでしょ、特にもう自殺とかなんかいろいろあるじゃないですか、そういう。だから一回自分殺してまだの生まれ変わるまだしてないのにみんなもう立ち上がれないですよ、うつ病とかないか。これはみんな大昔あまりうつ病は聞いてないですよ。現代的にしょうがないよ、一回殺してもう一回作り直すは現代的には無理ですよ。大勢の人は一体自己に否定したら、私ダメですから、私はもう人生はもういい、もうどうでもいい、何にも責めないでも、中国で横の人間どういう意味、とりあえず何でもやらないで私横だけで一番いい、何もやらなくて別も外でもいい、そうでしょ、若いのものこういう今広いじゃないですか。これ中国もちろん実際多分欧米からそういう習慣で、欧米は私何十年前もそういう聞いて、何もやらないで、それでいい、とりあえず休み、そのままでいい、何もやる気ない、そういうことですよ。だから、実際、もう一つ、前、こういうことを私まだ気づかないときに、一人、実際、正式の制度じゃないですよ。たまに私練習の公園にあったの。でもその人は、武道のあるの世界のある人を紹介して、言ってもいい、白鵬さんの義理のお父さん、よく、そうでしょ、武道の世界でいろいろ応援で本にお金あるですから、いろいろの多分団体 の何か支援会の会長、あるいは、その人を紹介して日本の右翼のトップの人。井上さん、多分伊坂さん知ってるかもしれない。あるところは私の話で、本人親子でしょ、だから人間の精神世界の話したときに、いや、私、日本の仏教は結構しっかりやったじゃない、本人逆に。おお、間違いよ、教え先生、あなた知らないですよ。最近の会長は、今どこどこですごく商売。のところへ来た人、副会長はこの人、東京は全部どういうふうに商売第一のやり方、みんな結構たくさん人をやめたよ、そういう何か。もちろんこれはただ聞いて話。
あここで正式は私の観点で、あじゃなくて、あもし実際実際今少林寺の場合はたまにそうしよう有名な人とかいろいろ連れて 禅の道東にも実際私実際今回は初めて認定旅行の時に一回禅の体験私は要求したんですよ。最後もこの一番上のは答えなかったんですよ。多分分かったんですよ。私もし言ったら多分最後何言った、だからあまりしなかった。畳前は竹井そういう時に私同行してその誰か宴会さんでしょ、そっちに連れて禅の話同じです。初めて、コツはこういうふうに、コツ座るこういうふうに、終わったら何もないですよ。ピョーンで、そのままで、あ、30分終わったら終わります。うん、初めて入ったら、あなた座って、もう何もないよ。あもちろん、武井さんは、まあ、多分感性がもういい。特にその場所でしょ、雰囲気も。ああ私感じる、ね、短い時間ですよ、そういう。まあ実際そこだけじゃないですよ。結構台湾の高尾の前1回、第1回目の会に参加の場所はどこで、すごく有名な仏教の、何山。そのリーダーの人は中国でも有名よ。仏教の世界的にはトップの。急に忘れた。その人も昔中国のお坊さんで、最後台湾に行って紅葉 の何か山、そっちのところ、その時に第一回目は台湾 の一周の時に終わったら次の人、次です。こんにちは、はい、ちょっと皆さん、吉村、何か風水のそういう、前の世界大会どうする、ここで、一つ皆さん、自分で発表紹介です。来年の世界大会多分こっち、はい、皆さんこんにちは。急に金本ですね、宇田川さんから聞いて、大会やってらっしゃるんだなって、昨日用事がありましたんでそれ聞いて、今日時間遅れたんですけどもね、ご挨拶に思ってお寄せいただきました。本当に皆さんのご縁を大変ありがとうございます。新州先生にはいろいろね、2回にわたって大会でお世話になりましたこと、お喜び申し上げます。お世話になりました。ありがとうございます。はい、実際は台湾の皆さん調べたら高尾のすごく有名ですよ。そっちも全世界的にも有名のその何々仏教のそういう何々山、そっちだから私たちの団体でその霊会長の初めての会議終わったら次の日は全部そっちのところ一回は見学に行ったんですよ。見学ったら特に話題要求、そっちの禅道、禅道だな、禅の修行で、そろそろ禅道で禅道 の責任者、そうそう私は実際質問、1個2個くらい質問したんですよ。初めては前の日は理科長一緒にある人は自分こういうこういうこういうで言って、自分多分自分の何か流派、私次の日はあなたの流派じゃない、具体的な修行方法、あなた全道は具体的に何の修行、初めからどうする、次はな、そこから今見て、やっぱりそこからだ見てるわ。正直話もあんまりそんなに、こっち見て、例えばもしこっちの生徒はこの方法で第一歩、第二歩、第三歩、第一歩、そうすると皆さん大体瞑想、あなたのいろいろ問題はあなたの方法のより大体全部解決。私大体特に質問はそういうの目的ですよ。あなたの方法は一般の人を書いたら相手の持ってるの心の問題は、あれを相手に座禅したい、そうあなたの問題は解決できるか、
やっぱりできないですよ。あのこれだけはじゃなくて、実際10年前に大阪で初めての白い妙に3人のブドウの有名な人、みんな世界チャンピオン、ちょうど格闘技の、いやみんなこれ同時に全部で実際7、8人ぐらい、こっちの3人で生で俺びっくり、誰呼んできたの。あ、1人はプロレースの世界チャンピオン、今現役の世界チャンピオンですよ。あ、もう1人はあの何か、多分知ってる、あの極真の元の軽量系の世界チャンピオン、元の世界チャンピオン、でも大阪の支部長、もう1人は何か総合格闘技の世界チャンピオン、本人の弟子は K1 の2番目とか K1 優勝の人もいる。あの結構本人は最後いつか最初世界、まあ、小さいな試合ですけどチャンピオン。でもその時にあるのプロレースの世界でチャンピオンは私皆さん理由は聞いてですよ。その方で、いや実際17年前はこっちのこと東京になかなか来れない、あの極真のは、まあ、前の支部長の江口君のところ教室で、もう一つ自分の武道はもっと進化完成する、だからこっちのいいものを吸収する、最後はやっぱりそうなったんですよ。多分吉川先生も多少そういう初めてそういう目的もあるでしょ。いや今前回の分見て非常に完全にそうでしょ、多分何か勝利にしてもこっち、だから結構皆さん来てそうよ。でももう一人プロレースのチャンピオンは来てどうですか、向こうはそうよ。やっぱりプロレースこういう試合はファンは多い、どういうふうにファンは対応する、本人はなかなかできない、よくパニックですよ。でもハワイパニック初めてこっちに来なかったですよ。やっぱり結構かなり有名の密教の、あの高尾山の先生、かなり有名、名前さえも本人言ってない、私も聞かない、聞いたら逆に困るですから、いつかこの名前ボンと出たらよくない。でまあとりあえず密教のかなり有名な先生ところに、自分はそういうの心の悩みはどう解決は、そっちのところに実際一応でしょう。本人は実際どういうふうに、非常に心理的に非常に繊細敏感のそういう人、私なぜこういう理由あまり知らないで、人は多分私の理由は何の意味ですか分からない。でも宗教の世界すぐ本当は分かる人、そうだね。だからその人は高尾山の方法も悪いためじゃない、いいの。でも本人は一回ボンで修行して死ぬほどぐらいでもう戻らないの状態ですよ。でもその先生はああどうすればもう分からないの。最後本人しろ、とりあえず最後普通の浄土目でその先生、いや私最近来てよくそういう人どうすれば、の先生どうする、私もわからないよ。実際考えてみたら、大体今の多分日本の仏教の修行は多分大体そういう、なぜさっき言ってた皆さんは上から何百とかそうでしょ、そういうのプログラムしてますよ。本人はどのぐらい理解は分からない。とりあえず、プログラムでもう決めての通りで、実行する。一般的に一番多いはそのお経。そうでしょ？基本的にお経を読んで。あとはあなたお経に対してどういうの理解。座禅とか何とかは、とりあえず初めて座って、次出て、次これで終わり。具体的に解決の何の方法はほとんどあまりないの状態。だからこれあって、当然にその先生はあなたの方は多分昔のは大体密教の修行の人、どうでしょう、密教の修行はとりあえず悟り、あなた他何あっても あなた雑念であなたのマーク、そうでしょ、修行のマークの邪魔ですよ、大体そういうことで終わっちゃったんですよ。もうでどう解決、実際今こういう理由は結構あの座禅のそういうところ専門できることですよ。この話の意味は実際一番具体的にもし言うは禅の修行と、多分どこでもどこでももし禅の修行を始めて特に中
初めてと中レベルはみんなそういうことあって、でも大体多いのはみんな質問もしないし、ちょっと怖くて質問したら怒られるとどうする、もし質問でも多分先生が怒られて終わり、解決はなかなか少ない状態、これは現実ですよ。それはいくつのところで本当答える、私見て、あ、本当この答えるは多分みんなもしそれがあったら解決できるわ、私もちろん交流の少ないのもあるかもしれない、ただ現在事情はそういう事情だから、そういう事情をもしするとどうすれば、やっぱり前は1500年の前はもし悪いですか、さっき言って悪くない、でもこれはお坊さんための修行の方法ですよ、一般の人を修行ではないですよ、全部でふさわしいも言えないですよ、やってももちろんいいですよ、でも本当皆さんぴったりのものではない、効率も悪いし、もちろんある人は最終的にいい結果、でも多分多い人は問題解決ないのままで終わります、だからもしそういうふうにして、実際は30年前は本教会の96個の方法は毎回一個一個の方法は、特に初めての半年は、そうしよう、士官訪問、六名訪問、みんなあなた雑念の時にどういうふうに呼吸を数えるとかないとか、そういういろいろ、もちろん特に今ここ大乗仏教何かそういうところは全くない、昔少女仏教はあるの、例えば天台宗とか何かそれも呼吸を数えるとか、そういうの簡単な方法はたまにあります、でも多分足りない、なので人間は実際イメージの時にまるで食事の時に好き嫌いはかなり激しいですよ、そういう状態でちゃんと多いの人に合うのように、結構料理と同じそうでしょ、毎日一品料理同じのものだったらいくら美味しいでも時間長くなったら美味しくないんですよ、特に座禅の時に集中力の問題もあるんですよ、ずっと同じところに鈍くなったらもう集中できないんですよ、食事でまだいい、あなた食べないとダメですよ、生きていけない、食べなければない、でもそうで座禅このイメージしなければならない、イメージしないで生きていけないものないでしょ、さらにやらない食べるも理由になると思いますよ、だから本教会の今ここでいろいろ見て、前は実際初めてそういうのを会った時にそんなにすごく、ただ私の経験、少林寺のお坊さんの修行あるし、自分自身ももともと在家で、だからそういうのを考えて、あれは気候の成功でしょ、そういうのを考えて、そういうの少林寺とあれはその周り そのまとめては、多分これは96の方法は現代人に一番ふさわしいの座禅法と思います、これは今日は話の、なぜ今日の話実践だよ、もし禅はどういうふうにこの中の禅の時に、例えばさっき話ただ一つ簡単に言うと、さっき話は伝統的な方法は自分は非常に汚い汚れだから自分今の自分捨てなければならない、そうするともう一個新しい自分 は何か生まれ変わる、でも新しいのは例えば教会の方はどうする、私はいいか悪いか私これは評価しそうね、ただあなたはイメージ時に、例えば綺麗な景色時に女性は、私花になります、私植物になります、男性は私例えば山になります、私代わりになります、一旦私本当あなたのイメージ、私自分なぜだんだん瞑想時にあなた必ず深いところ入るんですよ、初めてイメージともできない、だんだん花になるともう面白いそう、だから一回自分花になってみて、そうでしょ、女性当然に自分は綺麗な花なんだから喜んでない、初めて自分好きなものだん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 好き嫌い関係ないわ、あなたはそうになる、あなたもしあなた考えてみて、
あなた一旦主になる、当然にあなたは自分ではない。修行一番重要のは自分は自分ではない、そういうことで一番重要。だからなぜ、例えばなぜ言葉禅宗でしょ、言葉話しいけない、どうもそうでしょ、言葉いけない、言葉一旦いたら当然にあなたからの言葉よ、どうでしょう、あなた当然に話しと、まず自己中心で私からの言葉だから言葉は絶対いけない。言葉一回いたら必ず具体的の誰の言葉、誰からの言葉、その文字何語です、もう人間の文化で、あれは人間文明でも人間文化で決めてるものですよ。そのもの自体はではないですよ。例えば今この話、私たちこれ話、これは何ですか、誰話、水、あ、これは例えばお茶、お茶、自分は自分お茶いいわよ、人間作ったお茶でしょ、名前は人間作ってる。だから私は例えばイメージ、お茶の時に私からお茶いう、私とお茶二つのものある、二つのものあるすぐ対立あります。だからこれは禅の理論としてはいけないですよ。でも禅の理論はどういうふうに、私一旦お茶飲んだら私とお茶は対立ではないですよ、一体ないとダメですよ、わかります。私今日はあまり禅の言葉と名詞を言わない、ただ本当のこの話。だから私イメージ、思う私お茶、私言葉言うお茶、なぜ全身はみんなポンでダメ、言ってるお茶はすぐここは人間の概念の世界のお茶ですよ。でも話そうそう、どうする、本当の禅の話は、もしお茶だ言うは、私お茶の中にこのお茶の、また言うはだね、言うは必ず相手ある。私感じる。あれは私お茶です。私お茶。言葉は私お茶ですとダメですよ。なぜ？こういうこと。私、これ一つのお茶のあなたあるんですよ。私あなたです。まず二つあって一つ。とてなんだ、ダメですよ。はじめから、これ何ですか？わかんない。お茶絶対言うはいけないよ。お茶言ったらまだ人間のお茶なんで、そこだと概念のお茶になっちゃうんですよ。だからこれです。だからよくその言葉でしょ。これです。そういう意味は、何のものは全て皆さんの共生のものです。もう一つは、人間お茶の言うときに、これは何ですか？大体私ここから見て、ああこれはこういう形で長方形です、上の下は円形です。自分の、私なんか話、自分はただ自分いい悪いのじゃない、自分中心とか他人中心の意味じゃない、そのメッセージ、さあじゃあなぜそれ、例えば同じ、私はここからここ見る、そうするとそういう発言でまとめたものはダメですよ、全の世界は。なぜ同じ二段、自分と相手、自分と相手、いけないですよ。同じこういうもの、私からない、だから私もし一緒になったら、こういうの実際の立体的の全て、自分はそのものの全て統一で、あなたは感じられる。だから悟りは何ですか？悟りは私とここでじゃなくて、ここでじゃなくて、ここもじゃなくて、今のお坊さんみんな悟りない、みんな全てそういう、私ここで一生懸命考える、全何ですか？もともとあなたここ、こういう状態の時にもう初めてなんですよ。だから歴史上の有名な全の話、みんなそういうことですよ。ただ誰もそのぐらいまで表現はできなかったですよ。もしあなた本当話は、あなた悟りで理想的なような、どういうふうに、私は全くお茶になった、私自分感覚はこれは何ですか、あなたの心はとこういうものは一つになった、全く一つ、今言葉の一つじゃないよ、これは悟りしか
わからないです。だから悟りでこの感覚は説明はできない。なので一旦説明したら別のものになっちゃう。またこういう対立の状態。だからそういう難しいところですよ。大体今皆さん意味わかります？今多分私今まで皆さん全て本を読んで全て全部説明は今多分一番悟りの一番近いの言葉ですよ。一生懸命私正直な私は日本語で説明はこれも良かった。中国語の説明多分このぐらいまではできない。なぜ中国語の表現の言葉はもっといっぱいあるでしょ。すぐ綺麗な表現のところになっちゃったんですよ。これはもしこれから皆さん感じて、だから本教会のところは初めてこの距離感あるものはいろんなものすべて外すんですよ。外す外す外すと最後はあなた。だから話、私は川になります。私は石になります。あなた石になったら実際石もないんですよ。本当あなた石になったらこの石あなた想像したらまだダメですよ。もうその意味じゃないです。わかります？石もないですよ。これは本当の善の、そういう言葉。実際あなた本当になったらあなたも絶対私は石を思わないですよ。私石ですけどこの石は共生の存在ですよ。存在時代、他人から言うは時代じゃない、そのものの時代じゃないですよ。ただこのみんなそうでしょ、フセとそういうの疫学の学者は多分この言葉すごく理解早いと思いますよ。そういうことだからこういうの状態で多分将来の1500年はもっとさらに今のまでのより何倍何十倍何百倍ぐらいの悟りの人でいられると思います。なぜこういうの方法で、特に初めての入り口は私修行のために悟るために来るじゃん。初めて何でもいいですよ。私健康のために、私病気のために、仕事はもっと一歩、そうでしょ、まあ、この話給与はもうちょっと、まあ、10% 上がるためでもいい。なぜ具体的なことあったらあなたもうその状態入る、それ状態重要ですよ。その状態入るかどうかですよ。今形はのものが多すぎ。はい、すみません。この時間なので、これまず第一、今日 の、 前半の。今は勝利に全部でしょう。全部。でもそうすると、今、全は、とりあえずここで話し。そうすると、多分本教会のなぜ、言う、後半の、勝利に1500年のおかげでは全と部ですよ。特に部の中に全に先に、そういうことで。次は武ということ。当然に日本は非常に 武術は発達の、そうでしょ、国ですから、いろいろ流派、特に最近武門の、そうでしょ、これは当然に江原さんは一番の、どういう意味、すんごく有名の何映画、将軍という映画はこんなに死を取るということはやっぱり一つ武ということで、もう一つやっぱり伝統文化。これというとなぜ私嬉しいで、私賞もらってないよ。そうでしょ？そっちに賞もらったの内容は私習ってるその人も私の教える弟子ではない、なぜ嬉しい。共通点ですよ。実際同じですよ。世の中にこんなに将軍に高く評価は、これはやっぱり世界の撮影世界じゃだけじゃなくて、そうですよ、大勢の人、実際当然に先生を知る疫学も同じ、そうでしょ、一緒ですよ。こういうの伝統文化はやっぱり本当の世の中に必要、こっちは役に立つはまだ違う。まず世の中と皆さん個人、精神的でも肉体的でも人生の中でもみんな実際一番必要な商品ですよ。今のもし話は雇用の話ですよ。必要ですからこれから、ただこれ部ということ何の部は一番必要、部少林寺昔、今日のもう
この文章も結構いろいろある日本多分も大昔現代あ鉄砲ないの時代具は一つは鍛えるだけじゃなくてそうでしょもう一つはあ戦争の道具あるいはそういうようなのそうでしょあ勝負そういうのなったもの当然に現代はその要素は非常に薄めるやっぱり現代的にまあ文化的な形まあとしてもあるいは人間のまあ身体能力とかあるいはもちろんそういうの技のでしょそういう楽しみでもさらに多分考えればこの教会もし言うと一言葉言うともっとさらに真摯のさっき話した全然なんで全部ただ座禅だけではじゃないですよ特に正直全部そうでしょニューイチのそういうようなの言葉あるんですからだから僕も禅の一つ禅の一つ今禅とか仏とかなんて言葉ですよ意味は私たちの日常生活の今生きているのただこういうのものかこういうのやつはあなたが一番理想の状態になるどうすれば、まあ、もし簡単な言葉言う、まあ、当然に生きている私たちの肉体でも頭でもそうでしょまあ変な話表面の顔でもそうでしょ元気とか、まあ、ああ見た目もああ見ていい感じでもいろんな面で一番理想になるとどうすればやっぱり今は結構大勢の人は感じ化粧とか表面とかじゃなくてああやっぱり自分の修練して体の肉体でも精神でもそこからついてのどういう意味顔つきでも一番魅力的にそうでしょ一番いいの状態ああもしこのいいの状態はいっぱいのその理論の話のこっちはただ現実的にの言葉で多分そういうことと思いますだからこういうようなの僕は多分これからの戦国かねもちろん戦国の今の時代ずっと同じじゃない時代のよりどん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 進化でもこの部あるいは禅とか同じその進化に合うようになると思いますなぜ原則的に先言ったでしょ私たち今生きているのあ一番のそうでしょその集大あ集大のものは集大のものは私だからただ体とか心とかこれはいいような時代性あるんですよあ今ここ私の命乗せてるのものそうでしょそれは時代性ないですよ千年でも一万年後でもこういうそうでしょ一番一般的な言葉そうすると一番理想的なのはあれの話あるいはあなたは生命としても一番理想的な生命そういうの意味でこの部の練習ですよだからこの部の練習はある意味話はたったの筋肉とか力強くとかそれではないもちろん同じの年齢であなた強くてそういうこといいですけどでも自分自身限界超えないであなた楽しみできる限界以上なるとあなた苦しくなるこの苦しい時代は問題は意味あるかだからまず私たちのここのもし言うとまた今回そういう話実際今回少林寺にいて今回初めて少林寺の第2トレーニーに行ったんですよ誰とりあえず当然に少林寺のお坊さん、まあ実際本当の話と多分本当のお坊さんじゃないよ。あ他の情報からちょっと聞いて。そうすると教えてもらって、こっち3日間か4日間。ただその現象は少林寺の中に習ったと人、あるいは全世界さっき話のヨーロッパの五尺に、昔実際アメリカも10年前は五尺人はあったんですよ一つだったよ五尺人ですああもうそういうことはあったでもそれは単純な最後分かった単純に少林寺だけじゃないですよその団体は空手もやってるしあの少林寺の武術もやってるしただ共通のことは大体年齢は20代中心でも20代中心当然に少林寺のものそういうお子さんを求るものは
見て、特に初めの時に私たちも見て、少年寺演舞、最近よくあの少年寺 の, あの海外のそういうのウェイチャーのグループ、一番昨日届いたらどういうふうに、アフリカのロワンダとかないのか、そういうの少年寺の10代と20代、もともと黒人はアジア人より体力は、昔は私多分思って体力あっても多分ポーズちょっと変かな、そうでしょ、武術ようなのっぽいのはできるからか、やっぱり向こう行ってる先生多分そういう面でも結構うまい、いや本当もともと身体からボーンで飛んだ飛んだ飛んだピャーッときれいなポーズで、すんごくたくさんのいいねいいねをもらったんですよ。やっぱりそっちのだからこういうの一つの現象で変えたら、私は実際一つの話の録音の話はさ、確かに少林寺は強者、今強いの、もともと身体強い人はさらに強くなる、これは1500年以来実際ずっとそういう人ですよ。でも問題は私たち今回大体女性一つ多い、大体5、60歳くらい、ああそっちに行くときに何人も、ああ向こうの若いのヨーロッパ人、そして17年間もやってる人、3倍の年齢ですよ、20と60代でも一緒で練習ですよ。もちろんこっちは相手により上手いはじゃない、ただ相手にそんなに負けないです。そっちに教える先生はこういう状態で、私実際事前にあのなぜこっち病気の人もいるでしょ、まあ、最後50人は参加しなかったんです。私事前もこ の, あの連絡書に多分今回は一つ年齢はちょっと上、もう一つは体は弱い、もう私はっきりなぜそっちの先生知ってます、正直話はちょっと優しい先生欲しいですよ、もう一つ教えるは丁寧で、もしどういうふうに優しい丁寧分からなければ、私その先生、こういう私その先生に先に教える。もちろんこの言葉は私多少柔らかいもの。でもそっちのリーダーの人は、大会局の局長は私に返事なかった。私そんなふうに感じ、多分難しい。そうすると一旦言って、やっぱり確かにする。全く年の人はもうちょっと何かするない、その若い人とみんな一緒、逆に目つきは年の人だけですよ、ここ足りないここ足りない、ほら見て、まあこれヨーロッパの20代このぐらいこのぐらいやってる、なぜそれに同じぐらいの足し上げるとかないかない、特に午後は走ってる、まあ、回って、向こうはもう多分もう何年かもう 何日間何十昔起きてでしょ、こっちはそう走る初めて、私その時に考え、純粋体力をやばいかもしれない、でも最後みんなゴー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 走って、もちろんある人はあの多少後ろにして、まあ当然走る速い人と遅い人いる、多少足速い人は一切負けない でも遅い人は距離流して最後走る件数は一回も少なくなかったですよ。お、あの見て、やっぱり見て、おばあちゃんでも孫ぐらいの年齢で若いの20代と一緒、一切負けなかった。次足はピョッ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 こよこよこよ、いろいろもちろん初めては標準的のはあの大会目向こうのなぜ大体どこでもいいよ、こっちの教室も外で毛をかなりでも体の感情でもこっちに大会目やろう、まるで生徒あまり良くない生徒のように演舞もしたんですよ。初めてみんなそういうことです、不思議ではない。でもポンポンポンで最後、基本的に最後ゴールの時にそんなに負けないです。こういうところを私よって表すら、一つは最初のゴールレベルはこっち3倍の年齢でもとりあえず負けない、勝つはこっち言わない、そうでしょ、今勝つって言ってないよ、負けないは絶対勝つはそっち、とりあえずついていいですよ。
普通そういう杖でもし中国の場合はおばあちゃんとんでもないよ、多分1回2回ぐらいみんなも書いちゃったんですよ。あるいは先生多分ボンでもうあなた書いちゃった多分言う、あれ先生の言葉を受けられないでも書いちゃった、どっちの結論的に書いちゃった、多分大体そういう状態、まあ、間違いない。え、最後つついて最後は何取った、ここから何を表す、当時私とりあえずずっと見て、なぜ本当に20年前にこっちの生徒はそういうお坊さんを教える方が私の迷っている、その時に私見て、どういう見てよくヨーロッパに行った時にロシアでしょ、その人みんなダルマ取って何回来れて多分半日はずっとそういうやって、そろそろこっちの生徒それ必要ないでしょ、山登りの練習こっちに帰ったら自分でやって、なぜ日本人の場合は あなたは週に月に何回ぐらいやって、まあ、要求たら大体多分皆さんやるですよ、日本人ですから。その時にだからしなかった、でも今回はちょっと代もあるし向こう結構親切で、こっちの団体ですから臨時で申請で OK です、でも私は分かる、こういうのあるんですよ、でもこのぐらいで教える、私は正直話は思わなかった。ある意味話はそういうのを教師は多分年で例えばし年の3倍ぐらいの年齢、あるいはもし病気の人はどう対応するか分からないですよ。実際これについては前は私台湾のリーさんもそういう検討してたんですよ。前世界大会の時にあるの武術の学校から来て人と、その時に過去のはちょっと館長と対立の若松は学校でしょ、台湾もいいし和田たちも学校いいでしょ、リーさんはもう中いてこういう見て見た目すごいですけど現在的にどうなるの、リーさんは毎回は隣に座ってでしょ、そういうの私その時に自分の立場であまり言わなかった、やっぱりこれ結論を受けたんですよ。まずそっちの少林寺の今回出るの人のお知る人はまず先進国の特に年配とあるいは病気もある人は教えるのは無理ですよ。そういう訓練と知識と心構えはみんな中ですよ。やっぱり私、でもそれダメですか？ダメじゃない。なぜ少林寺ずっと強い人はさらに強い。そっちは得意ですよ。みんな得意と得意じゃないの。だから結論的に今までの1500年、大体少林寺は強者、強い人はさらに強いで、よく頑張りました。問題はこれから、今からでも、多分全世界はみんなはそうですよ、高齢社会ですよ、これから。全て20代の人の世界じゃないですよ。逆に中高年はみんなの生命の質はどのぐらい、どういうふうに高まる、サラちゃん。後ろで。何してるの？眠い。眠い、後ろで。すみません、こういうの、はい、だからそういう中高齢であれは病気の人どういうふうに皆さんもっと幸せで高い質で、多分これは今でもこれから今はただ先進国に日本とヨーロッパを覚えただけでしょ、でもこれから将来はアフリカ多分もうすごく豊かかもしれない、そうでしょ、南米もこれは分かんない。全世界みんなレベルで、みんなの年齢100歳以上。もんで、ただ100歳以上喜んで、100歳以上の人は、寝たきりでずっと、もう意味あまりないでしょ。どういうふうに元気して、幸せ。それに対して、それぞれの国、政府、医療、あるいはスポーツとか、実際、もし、これは私、授業の時に、実際は、どこの国全体の皆さん の政府でもあるいは会社でも全ての思いはどういうふうにその国の生きているの皆さん人々の
幸せのために働いてる。もちろん理想的になってるかどうか、基本的にそうですよ。政治もできるだけ皆さん一番ふさわしいの政治制度見て、検討で、やっぱり最後目的はどういうふうに国民は幸せ、これは私そういう理解よ。もちろんあとあるのは違うですけど、でも大きな方向は絶対それですよ。そうすると皆さん投票しないんですよ。医療当然にもそういうことです。そうでしょ、医療戻さないといけません。病気治して元元気という。でも次はただマスコミ宣伝文化、そうでしょ、みんなの心箱だけじゃないよ。あの文化のもと精神の面でいろいろ教養面で、他の面で車とか他の服を当然にもっと直接農業。でもこれはもちろん最後の変な話の評価は何だろうか、やっぱり国民から自分自身、あるいは例えば皆さんそれ一人と例えばいくらやって、あ、ただ自分はどのぐらい感じ満足、この言葉はやっぱりそういう無形の人は最後伝す、あ、つくですよ。でも私たち例えばこっち政府かなり膨大のお金と膨大な人数と膨大な政府、膨大な経済文化スポーツなんでも製造業、最後この人の満足度、これ例えば一つです。もう一つは私たち例えば今の心と体のよく元気で精神でもっと自分どういう意味、とりあえずあなたさらに幸せの感じ、幸せはやっぱり人の心違うと随分評価違うじゃないですか。そうでしょ、あるいはあなたの元気の状態違うとあなたの当然に幸せな感覚が違うじゃないですか。国他のいくらでも俺は今病気で受けられないでどうしようもないじゃないですか。だから心体みんな元気で非常にまた美しい、とりあえず一番理想のあなた、こういうのを作るは本協会の素養のプログラムは全てできる。ある意味話、一人としてもっと直接会えて満足。私逆に信じて、もし一つもし変な話多少試合でこっちは外部わかりますか、政策とか物質の満足と、こっちはみんな本人で、ある意味話内面からもちろん自分の練習ある満足でデンス取ったら、多分私自身でこっちの本教会のデンスはもっと高くなる。デンス高くなる意味は、意味はもっと受け身の例えば国民の人々の満足できるは、例えばこういうようなの心身の簡単な修行とか何とか、元気な心、元気な体、みんな心は切り返して何でも最高的に満足を感じできた、そんなに物質なくても一番そういう感じられも、逆に国にとしてみんな国民個人として、そうでしょ、自分自身としてすごく一番いいことじゃないですか。だからこの意味でもうこれからせるじゃない、ただこっち自慢じゃない、ただ簡単な言葉はみんな必要ものこっち持ってます。心と体はどうなる最終的にゴール、時代違う、多分ゴールの点は違う、でもこっちの大体方向性は例えばこのぐらいの幅、このぐらい深さの全体の内容大きい、基本的に持てます。もちろんもし私たち のその時代は時代ゴールの違うなど、その時代の例えばまあ、もし変な話、こっちの会話ずっと続けて、どうでしょう、次の1500年という形でも、その青の時代のみんなの後輩、たまにそれ修正直すわ、どうでしょう、もできる。だから同じ皆さんに満足できるじゃないですか。そういう意味でただ単純形の部分か、今の段階今回の直接会議は次の3分の2、なぜ少林寺は一番の若い人と強い若い人はあくまでも3分の1ですよ。中年と後年は合わせては3分の2じゃないですか。
だから本教会は3分の2の満足は、やっぱり3分の中年と高年は今見てる、みんな少年って言ったら逆に多分少年に困るんですよ。誰を教える、みんなそういう人毎日が起こってる、もう喧嘩でもう早くでも終わった、逆に少年はもうイメージがダウンなのかもしれない。そうでしょ、そういうの年の、あ、おばあちゃんおじいちゃんは、あ、日本の場合はみんなここで海外しょ、イタリアとかないよ、特に中国のみんなおじいちゃんおばあちゃん強いよ、あ、みんな怒って勝利にも潰れるかもしれない、こっちもそういう、もし本当はあんまり一番良くないだけか。だからどうすれば私たちの使命になっちゃったんですよ。本当そういうこと見て急にこっちを重さ感じられる、私とかじゃなく逆に皆さんは多分今後は本当全世界のところのそういう面で人間国宝、前は誰か冗談してる、あ、国宝じゃないよ、まさに日本だけじゃないよ、世界的に何法ですかこの言葉は考えて、そうでしょ、そういうこの意味はそういうことですよ。ああ、だから私たちやるところは一つの形とかじゃない、総合的に、ああ、そういうことですよ。そうするとこれからなぜこっちに指導員が多いでし、特に今回団員取ったら私でしょ、これからも一つはそういうのを広めはあるし、やっぱりそうすると今日はもちろん団員で多分皆さん見て団球員あるの演舞が、まあ、そんなにうまくない、間違いもよくある、あるやっぱりもしこういうの考えになったら、例えばみんな習うとき教師として何に一番重要、私は思っている、この方の完全性完璧性よりやっぱその本人の例えば全体の心身のどういうふうにどのぐらい改善の方はもっと重要。これはこっちは大体自慢で言うと、この30年間本教会の教室は私ずっとそういう目線で皆さん教室やる、だから細かい形すごく直すはそんなにないですよ。でも反対勝利に違うんですよ、すべて型の方どうなる、なぜあなたこれできない、ババ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 バ、そういうこのババを言ってるあなたどういう気持ちでどういうふうに心理的に受けられば病気になるかの全くない、この一つのポーズそんなに重要ですか。私は逆にもしこんな重要、こっちはあまり言葉言って、私いっぱい動画してでしょ、今回も正直で言って、そう本人30歳で私一回言って結構ある人、ああ若いですよ、大間違いですよ、30歳少林寺と武術学校はかなり年ですよ、そういう年齢の教師ほとんどないですよ、そっちに教える大体20代の前半、20代の後半はもう年ですよ、私のようなのを教えればもう考えれないんですよ、みんなどこでも創立者の立場ですよ、ああみんな一番ここの、ああ、どういう意味、祖、まあ、祖先みたいなようなのスパルスので、アハブ術学校と東高はみんなもそういうことよ、ああ少年に多分今の全ての母層の中にみんな私よりずっと若いですよ、一応ベトナム、例えばその30代の今回皆さん教えるのその人も最後聞いてれば有名でも本当はその人は教えるか、その人も一回テレビ出てすぐやめて自分でやる落葉でその人の師匠最後全然ダメ、自分は覚悟でもすごくいいと思ってやっぱりダメですよ、そう簡単じゃないですよ、勝利寺のおかげでその人テレビ出てる、勝利寺いっぱいそういうお坊さんですよ、すぐ自分の名前でつけてる流派でそういう、だからまあこれは話あんまりそんな、でも動画でしょ、皆さん動画書いたらもうちょっと細かい見て、正直話はそのポーズは私より硬いですよ、皆さん見て足どのぐらい上げる、こっち他見知らないは別にいいですよ、今旅行の人に皆さん細かい見てください、そしたら足どのぐらい上がる、その先生の私なんか怒ったでしょ、その
別にそれでいいですよ。ただ話はどういう師匠で、一般的には師匠は自分に厳しい、他人にできるだけ、まあできるだけ気にしないでは理論的には優しい。もし怒る、別に私も怒るよ、問題起こる、どういうもので起こる、もし起こるのものは、例えば普通はなぜ年の人ここの起こるというか、ここの中にもう一個の話、実際誰か多分あの誰か島田先生のグループですよ、あの最近何年間よく日本のそうでしょ、琉球行動とか何かグループ私に呼んで参加で一回食事会ですよ、みんな大体残ってるのは多少上の方の先生たち、一人実際中年の日本の場合はまだ若手多分いる、その先生は私にそう言ったんです、みんないっぱいの人でもまだ私には私は分かんない、いやーこの教えるその人は多分何か自分の会でチャンピオンは多分取ったことある、でもあとしばらくとりあえず技術は全然問題ない、でも話、いやその中に一人のおじいさんは、あの多分60歳70歳おじいさん、よく言ったらその人の話聞かない、なかなか自分感じを教えられない、どうすればいい、私に質問、多分よく多分みんな他のところから何か聞いて、もう多分話もし言ったら多分その人も行動を理解できる、当たり前も言ってかもしれない、教えるということは、単の技術、型の教えじゃない。相手はあなたに師匠で、理論的にはすべて教える。だから、あなた、空手の先生でも、あなたの人生の経験は浅すぎ、当然にみんなあまりあなたに尊敬ないということは、普通ですよ。あなたもちゃんともういくついろいろの経験で、そういうの経験はあなたの人生の表すできる、それはあなた何も言わなくて相手あなたのそういうことを納得するんですよ、教える、そう考えちゃうの、口で教えるじゃないよ、足で教えるかも、足で教える意味あなたの人生の歩み、その残ってるの足の意味、足元、足のどういうようなの足残ってる、それは相手に教える、特に相手はみんな優秀の人、その人さえもまだ話、あなたの今ここから原因探しなくて、自分は板を知ったらさらに修行して、ちゃんと自分の人生なんですか、そういうところはいろいろの見合いで、そうする自然に皆さんついてるよ、そういうことで、だからまあこれからの教えるの大きな面で、多分形のよりもっと大勢のもっと注意する必要なところは、聞くでも文字でもまずこのことを、例えばこの最後なぜ分かったら、最後にこの、ね、悟りになったら型はないですよ、なぜ型はただこういう相手心身の目標を実現するの道具ですよ、全部ない、だから、仏教の全ての決まりもない、みんなそれ道具です、実現するの集団です、これ通ってあなたの心身はどのぐらい上達で、問題あるところは直して、それの方はもっと重要じゃないな、もちろんそれに実現するのは 最優秀とか、そうでしょ、一番ふさわしいものは使っていいと思います、まあ基本的に私はあまり今回なぜ私だけの話ちょっと長いですから、実際ではただ単純的に最後のまとめる禅とか武とか紅葉の具体的なものじゃない、紅葉の実際は伝統文化の中の深さ、実際染み込んでのそういう
私たち人類、あるいは人間に対して、そしてあなたの命とか人生とか、あるいはこれから全体の人類に向いてどうなるか、そういうようなのことですよ、実際は。だからもしそういうの意味で逆にこういうようなの伝道文化は、特によく日本の政治家は私何人から聞いて、混沌の時代、前は誰かだったら私は逆に相手に直接質問、あなた混沌の時代何混沌ですか、実際当然に言葉で意味分かる、相手直接答えなかったんです。結構大体普通は私言わない、言ったら結構よくどのぐらい鋭いでしょ、私本当質問したら大体相手答えられない、今までの大体そういう、あるいはかなり有名の学者、初めて日本に来て、ただ瞑想の釈の何種類の国の言葉の本は、そういうの私質問した方にあまり答えなかったんですよ。別にそれでいい、ただ本質的に科学の技術と技ではなくて、だから私たちだん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 だから教会は結構そうじゃん、内容いろいろ広いで、そういう、そうするとこの中に自分に何かに役に立って、あなたはやったらちょっとだけでも改善で治ってとか、あるいはあなたのレベルアップとか、これは私が思ったら最高、最高の意味は私2つの型を覚えて、5つの型を覚えるんじゃなくて、あなたただ練習の途中でそういうやりながら、自分の心身のレベル、あるいはあるものはどんどん違う、今日朝の話、昨日のあなたと去年のあなたと違う、それで最高です、そういうことを私思ってる。はい、今日、時間は長いか短いか分からないですけど、とりあえずここまで、どうもありがとうございます。あの一つ質問もし、どうぞ。佐田さん、もう一回来て、それでは、せっかくですので、貴重な機会ですから、先生に何か、何でも結構です。